はい、皆さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は新しい SSD を購入しましたので、そちらのレビューをしたいと思っております。今回購入した SSD がこちらですね。映りにくいかな。ちょ、480GB の容量買ったんですが、 CFD から発売されているこちらの商品名、この下のところに置いときますね。こちらを今回購入いたしました。一応ね、購入したのが NTTX ストアさんのウェブの方で購入したんですけども、当時購入したのが5480円、送料込みで購入しました。で、今は実際価格 .com 見ても、他のつくもさんであったりとか、ソフマップさん、ドスパラさんであったりとかも全く同じ金額で購入できる形になってますね。はい、そうですね。この 480GB の SSD がね、この5000円台で購入できるっていうのが本当に、ね、つい最近までは信じられなかったですよね。でも実際に、例えば上位モデルのサムスンのエボとか、まあ、もうちょっと同じ容量でも値段が高いですよね。サムスンの、860エボだったら7980円ぐらいから出てるんですけども、まあ、ここのちょっと価格差というかね、一体どこが原因でこんなに値段が安くなっているのかっていうのもね、ちょっとベンチマークとかね、あと中身とか確認しながらちょっとご紹介したいなと思っております。で、まずはじめにこの SSD はですね、キャッシュレスモデルになっております。DRAM キャッシュが基板上に存在しないモデルになっておりますので、まあ、この DRAM キャッシュレスのですね、モデルに関しては前の動画でちょっとですね、お話はしたんですが、まあ、基本的にはランダムの性能がもしかしたら落ちるかもしれないというふうに言われております。はい、で、初めにベンチマークを出すとこんな感じです。はい、こんな感じですね。一応、まあ、公表されている速度よりもやっぱりやや落ちるのかなっていう感じなんですが、まあ、一応ですね、サイズが大きいほど、テストサイズが大きいほど、ちょっと性能がかなりぐっと沈んじゃってるのが、ちょっと安い商品の、まあ、残念なとこかなっていう感じですよね。一応、この SSD の、まあ、安い部分が一体どこなのかって考えると、まあ、性能もあるんですけど、やっぱりこの寿命がちょっと短いのかなと思います。この TBW っていうのをちょっとここに置いとくんですけども、これは書き換え回数ですね。SSD は NAND フラッシュメモリー上に書き込める回数っていうのが商品によって決まってるんですが、まともなメーカーであれば基本的には公表しています。で、一応ちょっと上位モデルの SSD と比較すると、やっぱりかなりこの数値が低いんですね。ということは、これはもうダイレクトにですね、寿命に直結してしまうところなので、やっぱりあんまり長持ちはしないのかな。あと、メーカーの保証が3年間なんですね、CFD の。まあ、5年間とかね、やっぱり上位モデルはついてくるんで、それに比べると、ちょっとこの耐久性っていうところに関しては、ちょっと劣っちゃうのかなって思いますね。やっぱそこがちょっと安さの部分だと思いますね。この TBW に関しては、基本的には容量によって変わります。同じモデルでも容量が大きければ、まあ、速度が増えるのと同じで、この TBW 自体も増えるんですね。というのは、まあ、要は NAND フラッシュメモリーの、容量が増えると、それだけ書き込める面積が増えるので、それだけ、まあ、この TBW も増えるっていう形になります。なので、240ギガモデルだと、これ70 TBW なんで、結構、どうなのかな、どのぐらいちょっと持つのかなって、ちょっと心配な感じはしますよね。で、一応この TBW 書き換え回数に関しては、まあ、少しですね、全くこれがダイレクトに寿命に直結するっていうわけでも実はなくて、例えば使い方によってもちょっと変わってくるんですね。これあくまでも書き込む回数なんで、例えば読み込みに関しては基本的には問題ないです。なので、例えばその Windows のシステムで使うのと、ゲーム用途で使うのっていうのは、まあ、全く違うので、ゲームの場合はおそらく読み込みが主流になってくると思うので、おそらくこの TBW がちょっと低い商品を使っても結構寿命は持つんじゃないのかなと、そういうふうに思ってます。なので、まあ、そうですね、こう安いものを買うんでしたら、まあ、ゲーム用だったら全然問題ないのかなと、個人的には思ってるんですけどね、どうなんですかね、そのあたり。なんで、まあ、あくまでもこれは書き込みをする回数っていう、
形で覚えていただければと、思っております。でですね、このあんまり長くない、TBW ですね、これをちょっと補助するためにですね、この SSD にはスマートジップという機能が搭載しているらしいです。一時的に初めに DRAM キャッシュ上でまず圧縮データを圧縮してから NAND フラッシュメモリーに置くっていう形で、あんまりこの NAND フラッシュメモリーにダメージを与えずに処理をして書き込んでいくっていう、そういう機能があるみたいですね。でも DRAM キャッシュないから、DRAM キャッシュないんですよね。コントローラー上に、そっか、内蔵メモリーがコントローラー上にあるみたいなんで、多分そこで一旦処理をするんでしょうね。そこに一旦データを置いて、圧縮処理をしてから、NAND フラッシュメモリーにトントンとデータを置いていくっていう形で、NAND フラッシュメモリー上で全部処理をするよりも、ちょっと寿命が長くなるんじゃないかなと思います。そういう技術だと思います。ただね、そういう技術を搭載しているけども、実際に TBW がね、短いし、保証も短いっていう形になっておりますので、ちょっとここは考えないといけないですね。これね、温度センサーがついてないみたいなんですよ。なんかね、33度固定みたいなんですね。ちょっとこれが怖いですよね。実際に SSD って、ほら、NAND フラッシュメモリーって、温度が上がれば上がるほど寿命がどんどん減っていくっていう、なんか研究結果出たらしいので、ちょっと温度に気にする方は、どうなんですかね。しかもこれ、なんていうんですか、アルミでできているものって上位のものに多いんですけど、実際これプラスチックでできてるんですよ。で、プラスチックでできると、やっぱりこの SSD 多分ね、この半分ぐらいしか中入ってないんですけども、ここがね、ヒートシンクの代わりにちょっとなってくれないのかなって思いますよね。なんかこの分結構熱くなっちゃうんじゃないかなって思いますね。なんかそんなにね、プラスチックとね、アルミって値段違うんですかね。ちょっとそこはあんまり値段変わらないんだったらケチらずにね、アルミで作ってほしいですよね。だから熱を気にする人はね、ちょっとどうなんですかね。温度計ついてないってことは、多分あんまりね、いい結果は出ないんでしょうね。あと、NAND フラッシュメモリに関してはちょっとわかんないんですよ。これちょっとね、わかる人がいたら教えてほしいんですけど、これビッグスっていう、東芝の、メモリが入ってるらしいんですけど、これ東芝製というか、一応ビッグスっていうのは東芝の、一応技術なんですが、これイコール東芝の品質ではないらしいんですね。で、詳細もなんかあんまりわからなくて、結構僕調べてたんですけど、あんまりこう情報が出てこなくて、で、中にテストの段階であんまり品質が良くなかったものがこっちに回されてるんじゃないかっていう、書いてはる人もいたんですけど、それは多分ちょっと違うんじゃないかなと思うんですね。NAND フラッシュメモリーでテスト落ちした、テスト落ちというか、あんまり基準を満たさなかったものを回すっていうのは、ちょっと危険があると思うので、CPU とかね、よくありますよね。動かないコアをね、オフにして販売してたりとか、AMD とかよくやってましたよね。そういうのだったらわかるんですけど、NAND フラッシュメモリーでもそういうことするんですかね。僕ちょっとここは、詳しい人がいたら教えてほしいんですけどね、一応、東芝製っていうふうに、今回は、このパッケージには明記されていません。でも、これ東芝のビッグスっていうのが、搭載されているというふうに書いてるんですが、ちょっと詳細はわからないです。NAND フラッシュメモリーが、わかんない。何なんですかね、これ。まとめると、速度はエントリー、今の世代で言うとエントリーモデルです。で、温度センサーがついてないし、ちょっと発熱するかもしれない。で、品質に関しては、やっぱ保証3年間なので、一応3年間使えるっていうのをめどにするぐらい、そんなに品質も良くないのかなって。で、中に入っている NAND フラッシュメモリーも、ちょっとよくわからないっていう感じ。でも、すごく安い商品、リーズナブルな商品ですっていう感じですね。ちょっと怒られちゃうかな 一応そういう印象を持ちました。ただ、値段がすごくやっぱり安いんで、別に上位モデルをね、買う必要がない人にとっては、これは一つのね、選択肢としてはものすごくいい買い物になると思うので、僕は全然値段を考慮すればすごく
おすすめしてもいいんじゃないかなと個人的には思っています。だからまあ普通に例えばプレステ4に入れてちょっと読み込み早くしたいとかね、そのデータ読み出し用に買うんであれば全然これを選んでもいいと思います。はい、まあ、すごい安いですからね。はい、で実際にまあ3年間使ってみて、もしかしたら3年後に SSD もしかしたらもっともっと安くなってるかもしれないですからね。それ分かんないですからね。だから今とりあえずSSD 安いのが欲しいっていう方にとってはめちゃくちゃいいと思います。あとね、 NTTX ストアこれ買ったところで一緒に低価格モデルで販売されていた A データのやつがあるんですけど、SU630 モデルっていうのがあるんですけど、それはね、あんまりね、買わん方がこれ、まあ、個人の意見として、あんまりちょっとやめとった方がいいですよ。個人の意見としてですが、ちょっとあんまりやめとった方がいいんじゃないかなと、個人的には思うんですね。まあ、ちょっと、見てみると、これだ、まあ、この SU630 ってむっちゃ安いんですよ。今何ぼれ出てるんかな。このね、SU630 はね、5378円で、480GB で販売されてるんですね。すごい値段めちゃくちゃ安くて、まあでもこれと今あんまりね、変わんないんですけどね。でもこれ、NAND フラッシュメモリーが QLC なんですよ。QLC なんで、多分ね、寿命がめちゃくちゃね、やっぱり短くなっちゃうと思うんで、ちょっと TBW で、検索してみると、ちょっと見てみようか。あんまりね、なんかどうなんですか。A データ自体もあんま好きじゃないんですけどね。480モデルがね、480GB モデルがね、TBW がね、こう、100テラなんですよね。この商品と比べてもめちゃくちゃ劣るじゃないですか。で、ここまでやっぱりね、少ないんだったら値段もちょっと低くな、安くないとね、割に合わないと思うんですね。しかもですね、保証が2年間です。2年間ですからね。上位モデルのこの SU750 が3年間ですよね。で、SU630 が2年間しか保証してくれないっていうことは、まあそういうことですよね。あ、でも QLC の SSD はまだ買うべきではないと思いますよ。値段対比効果がすごく悪いですね。まだまだ寿命を考えるとめちゃくちゃ高い買い物になると思うので、やっぱり TLC の中から安いものを探すべきだと思っています。まあもちろんこの A データが好きな人にはちょっと申し訳ないんですが、好き嫌いはありますからね。でも、この SU630 に関しては値段から考えてみても、まあ、正直いいところがほとんど、まあいいところが見えない。これ買うんだったら絶対こっち買った方がいいんじゃないかなと思いますね。ちょっと、やっぱり QLC の SSD はまだ考えた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、もちろん皆さんね、各々メーカーの好き嫌いとかもあると思うので、基本的にはまあそういうのでね、ブランドで選んでもいいんじゃないかなと個人的には思っています。はい。じゃあ今回は、まあ値段が安い SSD をちょっとご紹介したっていう形ですね。やっぱり上位モデルが欲しいっていうのはまあそうなんですけども、やっぱりお金も大事ですからね。もしなるべく安い SSD を探しているんでしたら、一応これをね、チョイスとして、考えてみてください。はい。じゃあ今日はこの辺にします。また、そうですね。いろいろまあ他の SSD もレビューしていきたいなと思いますので、はい。もしよかったら、ご視聴ください。ありがとうございました。